こちら細かい雪が降っていますただ風はとても強いです私は札幌市北区の愛の里の住宅街に来ていますこの場所なんですが JR 愛の里教育台駅から車で3分ほどの場所でこちらの車道なんですが路線バスも通る大きな道となっています 路肩には大きな雪山ができていて、この雪山が強風で煽られて、もう地吹雪のようになってしまっています。今も視界状況悪くなっています。そしてですね、時折、本当に突風が吹いて、全く前が見えない。ホワイトアウト状態のようになる時もあります。実際に、この車、道、車で通ったんですけれども、吹き溜まりのような場所もあってですね。ハンドルが取られてしまうこともありました。そして、こちら、歩道なんですけれども。 歩道にも大きな雪山ができていますそしてこちらの道なんですが住宅街に続く道となっています、うん、ただですねこの雪山が風で煽られてもう除雪されていた道との境目がもう本当にわからなくなってしまっています、うん、前田さん住宅街が並んでいるところですけれども、はい、あの住民の皆さんっていうのは対応どうされていますか そううですね、もうこの悪天候の中なんですけれども今後の雪を心配されて懸命に除雪作業をされていました雪かきをしている男性にお話を伺ったところこの強風で雪かきをしてもですね、あの風で飛ばされてしまうさらに今も現在、雪降ってましてさらに積もってしまうことからこの夜、もう一度寝る前に雪かきしないといけないかもなというふうに肩を落とされていました。 札幌で札幌では以前暴風雪警報が出ています。明日もですね。札幌市街地では230センチ降る予想となっています。今後も暴風雪や交通障害に警戒が必要です。